松尾宮山古墳群松尾宮山古墳群の1、松尾宮山古墳群は、滋賀県長浜市高月町松尾にある古墳群。2期が、滋賀県指定史跡に指定されている。滋賀県北部、静ヶ岳山系の磯野山南独のサ都山丘陵南斜面に映像された古墳群である。元々は3期以上の古墳から構成されたとみられるが、 現在では2機のみが依存する。減存する1号墳、2号墳では1990年に発掘調査が実施されている。古墳群のうち1号墳は終末期古墳で主体部の埋葬施設を無袖式の横穴式石室として、石室内部に兵庫県加古川流域産の清掃、ハイアロクラスタイト製の栗抜き式毛型石棺が据えられる。 また2号墳は1号墳に先行する後期古墳で主体部の埋葬施設を片袖式の横穴式石室として石室内部に奈良県二条山産業海岸製の組合式箱式石棺が据えられる。これらのほか2号墳の南東に推定3号墳が存在したとみられ2号墳に先行すると推定される。この松尾宮山古墳群は 古墳時代後期終末期の6世紀後半マイナス7世紀中央頃の映像と推定される。推定3号分、2号分、1号分の順路さ世代が想定され、一体における最後の主張母系譜の一つに位置づけられる。特に1号分の石棺は、辰山石製維液型石棺の最北滑西東に位置する点で注目され、当時の緊迫する東アジア情勢の中で、 日本海交通ルート整備の一環として当地が重要視された可能性が示唆される。1号墳、2号墳の古墳域は1999年に滋賀県指定史跡に指定されている。1号墳は急陵級斜面の中原に築造された古墳である。墳形は長方形で東西17メートル、南北13メートルを測る。墳球は2段築成。 噴球周囲には2段の外護列席が巡らされる。主体部の埋葬施設は、無袖式の横穴式石室で、南方向に開口し、原室内に、栗抜き式系型石管聖火が据えられる。石室は、全長約8.5メートル、幅1.4メートルを測り、沿道部中ほどから、開口部に向けて下がり、噴球上段部テラスに、接続する。原室床面には、 敷石が施される。石棺は長さ1.83メートル、幅0.87メートルを測り、石管西脇では弾き壺が出土している。また石室に指則壁に沿って長さ2メートル、幅0.8メートルの木管安置施設が付設されており、追想と推定される。この付近では鉄くぎが検出されている。服装品としての伝品には耳悪い。 玉類、鉄製品がある。主に検出岡壁付近、木管台東側、沿道部東側の3箇所にまとまって出土しており、特に、末期は40個体以上含まれる。築造時期は、古墳時代終末期の7世紀前半頃と推定される。二号墳は、一号墳から下った尾根斜面す部に、築造された古墳である。墳丘 石室は現在までに大きく破壊されている。噴景は円形と推定され、直径10メートル以上を測ると見られる。主体部の埋葬施設は、片袖式の横穴式石室で、原室内に、組合式箱式石棺が据えられる。石棺の質ぎみは、長さ1.75メートル、幅0.95メートルを測る。副葬品としては、鉄属、バグ編、末期編、 はじきめがある。築造時期は古墳時代後期の6世紀は強頃と推定され、1号墳の先行古墳に位置づけられる。ありがとうございます。